おはようございます。おはようございます。バニラ2日目。今日はね、観光に回る日に行ってるんですけど。はい。めちゃめちゃいい天気です。サングラスしてなかったら眼球が潰れると思います。今で何度ぐらいこれ40度行ってるかもしれんな。今日はマニラ大聖堂で近くに今いて、はい、調べるとやっぱそういうとこいっぱい出てくるのね。サンチャゴ要塞、マニラ大聖堂。フィリピン人はキリスト教、カトリックの方が大体 80% とかっていうことで。やっぱりあの信仰深い民族なんかなっていうところ、まあ、そういう歴史を、ね、今日は見ていきたいなと。はい。というところで、早速マニラ大聖堂行ってみたいなと思います。よいしょ。ということで。マニラ大聖堂かな。マニラ大聖堂。キャッチがやばいよ。すごい観光地がね、いっぱい。最後の最後はマニラで伊勢堂。ね。マニラで伊勢堂。オッケーオッケー。ということで、ここがマニラ大聖堂でございます。迫力あるね。ね。おお、何やら何何？どうで見えていますか。マニラ大聖堂です。皆さんお祈りされてますね。すごい大きいよ。入場無料なのでちょっと文化的背景とかね後で調べたいなと思います。はい、えー、優先ディスは頑張りに大丈夫大丈夫ありがとう。え、ニアオペス頑張れ頑張れ頑張れ行こう行こう行こう。なかなか修学旅行かな。あ、あ日本語相手してきます、うん、日本人多いんかもね。あ、うん、いや夜景の野生のワンちゃんが東南アジアって感じですね。ね、次はねサンチャゴ要塞、スペインの植民地時代にできた要塞、スペイン人が入って身を守るために掘る要塞です。で、ここでね、フィリピンの英雄のホセリサールっていう方が、そこで囚われる民みたいな、処刑されてる。ちなみに第二次世界大戦の時は、日本軍がそこ占領してた。ホース、ホース、うわ、ホース。すごい。どこにホース。うわ、走っと。すごいね。おもろいぞ。まあ、ここはまあやっぱちょっと街並みもマニアのね、僕らが言ってたマカティとかマラテとか違ってね、あのスペインとかヨーロッパ風な、そうね、まあ、街並みがあるっすね。ということでまあちょっとサンチャゴ要塞にも行ってきたいなと思います。大聖堂から歩いて2分ぐらいかな。うん、裏側、ここは多分ねサンチャゴ要塞。どこで金払うんや。あ、そこで払うんか。どうも。2人で150ペソ。はい。1人75ペソ。え、QR コード。Thank you。Thank you。こんな感じ、QR コードが出てきます。もしかしたらこれをスキャンさせられる。お、ハイテク系。Thank you。ナシザーです。あ、バレてる。ガイダン。あ、ジャパン。Thank you. ありがとう。おー、中はすごい。お茶できるスペースがいっぱい。できますね。いいですね。まあ、施設自体が公園みたいな感じになってて。どこに行けば全然わかんないね。うん、なんとなくあっちでしょ。そういうもんやからね。うん。どこに何があるってすぐわかった。猫ちゃん。こんな感じ。あ、でもなんか要塞っぽい。どうしよう。あ、その帽子いいっすね。これね。これ何すか。あの、僕が堺でサウナ好きの友達やってるサウナグッズを作ってるんですよ。はい。虫風呂って言ってるんですけど、その虫の文字なんですけど。はい。この虫っていう漢字よく見ると、さ、う、なって書いてるんだよね。すげえ、はい。めっちゃセンスあるやん。よかったら、歌いに行くよ。はい。まあ、今。暑すぎてね。俺らが虫風呂、今。まあ、汗、顔、もう垂れてるんすよね。はい、なんか、ダンジョン入り口みたいな。川が出ました。ポート、サンジゴ。だって、ここはもしかしたら、メインかもしれない。ほら。絶対こっちっすね、僕らの思ってから。うん。なんか人が多いよ、こっちは。で、これを。ホワイトクロス。これは、
十字架が。あ、でもここエデュケーションセンターやから、なんか展示とか。あ、博物館だよ。こっち系っすね。なんとなくここが、メインっぽい。うわ、すげえ。これはすごいよ、これ。はい。お、玄関あるね。当時のね、再現の像が。そういうことか。匂いが、温泉の匂いがします。ほんまにでも要塞やな。拷問されてた子。1945年。いろいろ感じるものがある場所ですね。サウナのように暑かった。でも三茶湖要塞見どころたくさんで、文化的歴史的背景を僕ら勉強不足だったんであれなんですけど、行ったことによってね、これを機にね、ちょっと勉強して知るっていうのはちょっと大事なことだと思います。今日も動画を最後まで見てくれた皆さんありがとうございます。イントラムロスの歴史を巡る旅いかがだったでしょうか。そして次回ついにセブ島へ上陸、ボホール島の魅力を余すところなくお伝えします。お楽しみに。バイバイ。 Good life inception.